パン屋の下で焼きそばだったりとか、なんやろ、ドーナツだったりとか、お肉かな、串で鶏肉かな、いろいろ食べたよね。食べたらどうなりますか。食べたらどうなる今。え、お腹いっぱいになるな。お腹いっぱいになってどうなっていくの。もう食べられないようになってくる。もうなんかで、もう一杯、もう一杯食べて、もうご飯食べられるなと思ったら、あと、そうな、3時間、4時間、夕方、6時ぐらいになったらどうなるの。え、お腹痛くなるか。やばいな。こうちゃんはね、さっきお腹いっぱい食べたけど、多分6時ぐらいになるかな、7時ぐらいかな。まだお腹空きますね。多分空きますね。空くと思う人。空くよな。絶対食べたくなるよね。はい、じゃあ食べても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 時間が経ったらお腹がどんどん空きますね。はい、それはどこに行っちゃってますか。みんな食べたやつ、体内、体内、はい、トイレの中、トイレの中そうやな、体内に行ったりないしはトイレの中に流していったりとかね、ありますね。はい、じゃあ今日のお話はね、まずプラモデルとか作ったことある人、はい、車のプラモデル作ったりとか、船のプラモデル作ったとか、いっぱい作ってるな。はい、じゃあ今日はまず一つ目、こんなお話をしたいと思います。はい、これなんだ。はい、車です。ちなみにベンツの180ですね。ベンツです。車の好きな人は知ってるかもしれないですね。ベンツですね。ベンツいっぱい作られてな、こうちゃんめっちゃ大きいベンツな、大ベンツ、ベンツ、小ベンツ、孫ベンツぐらいの、孫ベンツぐらいか、ちょっと小ぶりないですね、ベンツのジャージ。はい、このベンツを作るのに、この車を作るのに、いっぱいネジとかハンドルとかシートとかいっぱい持ってます。いっぱいありますね、いっぱいありますよね。何個ぐらいだと思いますか。はい、部品、はい、1365個。まあ、ようないな、もうちょっとあります。何個、何個ぐらいだと思います。はい、2030個。はい、1万個いったな、生きよったな。もっとあると思う人、はい、560万個。よ、分かれへんな。とりあえずちょっとじゃあ写真出してみようか。はいはいはい、バラッと一回出してみましたけど、これは全部じゃないです。この一個一個を作るためにまだちっちゃいやつがいっぱい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 ありますね。はい、だいたいこれを作るのに、だいたいですね、はい、ざっと、だいたい3万個ぐらいって言われてます。車な。で、車はほら、その辺、その辺いっぱいある。まあまあ、みんなほら、車の時でしょ。ね、だいたい3万個ぐらいですか。じゃあ、車よりももうちょっと大きい乗り物行きたいと思います。はい、これは何でしょうか。はい。飛行機。あだ。オール日本エアーだ、ね。はい。じゃあこの飛行機、だいたい車の何倍ぐらいの大きさあるんかな。よくわかりません。大きさ的にだいたい考えて、はい、3倍ぐらい、車の3倍ぐらいったら10人ぐらいしか乗られへんのちゃう。これね、多分ボーイング、はい、これぐらい、これはこれ全部ちゃうで、全部ちゃうんだけど、ちょっとずつパラ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 と一応分けてみました。その分けたところに、まあ日本の会社こんなにありますという話だけども、さて、ちっちゃいネジから大きい羽まで部品全部でどれぐらいあるでしょうか。1800。いや、ちょっと待って、車出す3万個やね。はい、はい、5、6万個。車の倍以上。はい、車の10倍ぐらい、だから3万の30万。いったね。青いまだある、まだいく、超えたらアウトでしょうか。はい、50万個いきましたね。はいはい、60万個、こだしにいくか。はい、70万、10万ずつ分の、はい、35万。さあ、サード、はい、はいはいはい、300万個。はい、600万個。はい、アジュ、100万。はい、じゃあ、な、今のところで大体ええところのラインが実は出てるんですよね。はい、じゃあ、ちょっと見てみましょう。大体、ドン。
1、10、100、1000万、10万、300万個。何か言うたな。素晴らしい。と言われてます。と言われてます。300万個。300万個ね。じゃあ、ここからがかなり難しくなります。いいですか？次はね、もしかしたらアニメ好きな人はもしかしたら知ってるかもしれないです。はい、じゃあ出してみてください。人間、人間はちっちゃい細胞でできてます。ちっちゃい細胞でできてます。はい、みんなそれでみんなちっちゃい細胞でできてる細胞が、まあ背の大きい人、ちっちゃい人な、大人、子供、いろいろあります。大体人間で細胞がいくつぐらいあるでしょうかっていうのが質問。1200。このより少ない。マジか。はい。最後です、最後。4、5000個。かなり控えめやな。100万個。上手やな。はい。何やったっけ。500個。はいはいはい。これ。アンパンマンのアンパンの中身ぐらい数えられへんな。作ってもまたリニューアルしてくる。はいはい、3000万個一気に来ましたね。さっきの飛行機の300万から3000万いきました。はい、ナミ、飛行機の場合だ。300万、600万、2、3倍、3倍で900万、10倍、3000万になりました。だってな、細胞ってだいぶちっちゃい。細胞ってだいぶちっちゃい。あ、シエル。はい、1億2000万来ました。だいたい日本人の人口くらい。10億個。来たね。その後ろから時々いた線があるんだけど。なんか、マリアなんか。1億。今10億出たら1億出るの。そんだけでいいの。たったそんだけでいいの。30億。はい、34億。手挙げんな。はい、1兆。はい、桁が変わりました。一気に変わりました。はい、300億。また桁落としました。30億。だいぶ偉いがそろそろ出てきましたね。じゃあ答えも出そうか。大体の、はい、数えて。はい、はい、じゃあみんなで一斉に言ってみましょう。せーので、37兆。正解。はい、一応ね、いろいろ調べてみると60兆って言われてるところもあるんですけど、2014年やったかな、どこぞの大学の研究では一応37兆っていうのが今言われてる。はい、こうちゃんが子供の頃とか中高生の時は大体60兆って言われてました。はい、37兆。ちなみに、これをその大学の先生は毎日毎日寝るのを押してガーッと数え続けたら37兆あったって話だけど、なわけないよな。はい、1日1万個数えれたとして、1年かけて365万個しか数えられませんから、37兆数えようと思ったら何年かかりますかっていう話ね。ざっと1000万年かかります。なので無理です。なので計算上はこれぐらいでしょうと言われているのが37兆です。はい、数えるのってめんどくさい。でものすごく数えるのめんどくさいでしょう。でもね、みんなの体にはこれだけの部品があるっていうことなんですね。はい、人間の部品37兆の部品がついている。さて問題です。
車を作ったことがある人。ない。おもちゃの車作ったことある人。ない。そうあるな。トミカとか。トミカって作るの？な。飛行機じゃあ作ったことある人。飛行機、車のやつのプラモよりもないものを踏み置くね。じゃあ、ほんなら本物の自転車組み立てたことある人。ないよ。よしよし、お、マジか。本物の車組み立てたことがある人。さすがにないやろ。ないはい、そうなんですね。車を組み立てる人が当然トヨタの会社の人とかの車と組み立てますよね。組み立てるということは組み立てるための設計図って言って地図書きますよね。これとこれ、このネジこうやって回しときや、こっちとこっち付け合わせや。設計図あるわな。設計図あってちゃんとその通り作れて、かつそれを運転する人がおって初めて車は動きますね。さて問題です。飛行機、これも一緒ですね。じゃあ人間、人間37兆の部品をうまーくみんなの形に組み合わせて、みんなの今の形があります。こうちゃんのこの形があります、ね、これを一個一個組み立てることができるのは誰？はい、これ組み立て間違い。こうちゃん今ねプラモデルやってたら、こうちゃん今はね一生懸命付き合ったうわやっとガンダムできたわ思ったら、あ、なんかパーツ1個残ってるやんけこれみたいな、ね、なんか肩動かへんよ出るでこのガンダムみたいなやつが出来上がってしまいます。人間をちゃんとこの形に組み立てることができればさ、せーの、イエス様。はい、そうですね。神様でないとありえない数のパーツがあります、みんなの体にはね。じゃあさっきの車の時の話に戻ります。車はできたものをちゃんとハンドル持ってアクセル踏んで発進、ボロボロ、ちゃんと運転する人がいてちゃんと動きますね。じゃあみんなが組み立てられたこの人間、これはちゃんと運転しようと思ったらどうしたらいいですか？テストドライブどうやってしたらいいですか？うん、難しいよね。もし壊れてしまったらどうしたらいいですか？人間修理に行こうとはどこ行きます？病院行こうか、とりあえずな。はい、そうです。1000万個もの部品が付き合う、つながってできたみんなの大事な体なので、1個狂っちゃうと病気になります、怪我します。でもね、みんな怪我したことあると思うね。さっきも誰かのトゲ刺さったとか、誰かおったあ、ひーちゃんがトゲ刺さったとか、でも気がついたら塞がっちゃうんだよね。怪我したとこ血流れてるわ、気がついたらかさぶたなって治っちゃうんだよね。はい、治れってねじって治したことがある人。はい、怪我したところ治れってバンって治ったことある人。ないよ、そんなわけはないよね。あのこうちゃんも怪我したことありますけど、まあ置いといたらそのうち治るわなーって勝手に治っていくやん、不思議。確かに治れとか祈ってないしな、多分な。確かに何もしないで勝手に治る。もっと不思議なことあります。今日みんな下でマルシェでお肉食べたでしょ。お肉食べたでしょ。鶏肉焼き鳥食べたでしょ。食べたよね。あ、忘れた。俺も食べてなかった。じゃあ焼き鳥食べたその鳥の肉は食べた後消化して、あなたの栄養分はあなたの目になりなさい、あなたの栄養分はあなたは指先になりなさいって命令したことありますか？最近ちょっと毛抜けてきたら髪の毛なってって命令したことありますか？ないよ。ないですか？ないですか？ちょっと私もっと鼻高くなりたいんで鼻の細胞になってってなりますか？ならないですよね。はい、神様が作ったみんな完璧な体は自動的にみんなの体を健康にもしてくれます。でも運転するのを失敗すると事故を起こします。こうちゃんの周りにも結構たくさんいます。死んだらかわいそう。
体は怪我してなくても心で怪我をしてしまってどうしようもない悩みの中でずっと暗い顔してる人がいます。こんな時はどこに行ったら治れるんでしょう。心療内科、病院でもないねんな。治れへんねこれなかなか。じゃあ、そう、かなり正解近いね。階段で天国まで行って神様ここ直してや、神様37丁分のこの2個新しいの付け替えて直してやなって言うたらもうかもしれない。でもね、行かれへんな。ということは毎日毎日神様とちゃんとこうお祈りして会話しながら自分の心がしんどいなと思った時に神様病院の方行って診療見てもらってちゃんと治してもらった方がみんな元気に生活できるんだよ。ということで今日はみんなの体を完璧にきれいに作った体ということで御言葉を一つ説明したいと思います。はい、一回先読みましょうか。振り仮名振ってます。せーので、神である主は、どうぞ、振り仮名が振り仮名で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。創世記2章7節。ちょっと振り仮名がちょっと文字化けてずれちゃいましたね。はい。神様は人の形を作って、その花に命の息を吹きかけたって書いてます。神様が命の息をかけなかったらみんな生きることができないんですね。ということは、神様がみんなを治してくれるとき、元気になりなさいよって神様が語ってくれるとき、それが命の息、みんなの中に新しく吹き込まれたときにみんなはまた心から元気になると思います。はい、先週までメッセージ、翔平さんがやってくれてましたね。神様はどういう方ですか、何をされましたか。最初光を作りました。その後大地と海を分けて、大地を作られ、植物が作られ、動物を作られ、どんどん作られていて、最後に人を作られましたってやりましたよね。そして愛の方ですっていうお話でしたね。はい、神様は全部を作っていく中で、最後に人を作るまでなんで全部を作っていく中、あ、1日目これができた、よかった、2日目もよかった、3日目もよかった、そして6日目に人を作って全部をご覧になって、その時はよかったではなくてとてもよかったって言ってくれてます。この時だけとてもよかった、完璧にできた、その完璧の最後を作られたのがみんな人間なんですね。はい、なのでみんなも毎日毎日を楽しく過ごす中で、ああしんどいな、心がしんどいな、あの子と喧嘩したなとか、なんか嫌な思いが来た時には神様に治してもらいましょう。治してもらおうと思ったら神様は病院に行かないといけないのでお祈りをしてください、ね。はい、じゃあ今日のお話はこれだけにしたいと思います。じゃあお祈りをして終わりたいと思いますので、お祈り、ほら神様とお話をする時間だから手を組みましょうね。はい、そしてお友達と喋るんじゃなくて神様と喋る、ね。はい、で神様の方に目を向けるからね、目開けてたらこうちゃん見えるから神様ちゃんと見える。じゃあこうちゃんもみんなの方見える。こうちゃんの向こう側見て、こうちゃんの向こう側見て。はい、じゃあお祈りします。こうちゃんと心を合わせてください。イエス様、今日もみんなと元気で楽しくできることをありがとうございます。神様が僕を、私を作ってくれて感謝します。しんどくなったり辛くなった時、神様にお祈りをしてまた元気をくださるようにお願いします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。せーの。